い、こんばんは。ナナさんこんばんは。今日も頑張ってください。ありがとう、頑張ります。ということで、じゃあ早速やっていきますかね。もうちょっと待ってね。よいしょ。さあ、じゃあやるか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 。石は増やしておきました。石がもう1000何個しかなかったんで。何やるかね。なんかやってない曲ないかな。あ、スイートスイートホワイトソングやってない、やろう。14枚の窓で一つずつ、やっぱりこの衣装はまずい。オッケー。夜闇の魔物が深い闇の世界へと誘おうぞ。はい、夜闇の魔物さん。シャン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 。君の思い出に降り積もらせたいな。かわいいね、みんな。甲賀のポーズおもろい。レイさんおもろい。佐久間先輩がシナロンのところは面白いですね。めちゃくちゃかわいいけどおもろいよな。佐久間レイは何でもできると見せかけておもろいよな。これは忘れられない味。ちょっと音でかい。記憶にも胸にも残るステージだったっす。この辺全部やってるんだよな。やってない曲あるかな。ジョイフルボックスやったっけ。やった気がするな。やってないかな、わかんないな。うん、昨日やったね。できないね。ガラスと、うーん、なんかよくやってる気がするな。なんでむずい曲ばっかりおすすめしてくんの。やるか。イベント期間中何やればいいかわからなくなる。ラブレター、よそ見してるうちに抜け駆けしてフォーユー。パッパカパパッパ。タイミングのカーテンちょっとずれかったかな。みんなを笑顔にしてくるんだぜ。うん、高評価ありがとうございます。こんばんは、高評価しました。アリアさんこんばんは、ありがとう。高評価いつも鼻かゆ。今日は君のハートにショコライドのペンで心を込めて送りたいならみたい。おめか笑顔にしてられるんで愛を込めてこういうバン。時に気づ
なんかよくわかんない組み合わせだけど可愛い。まあ、アドちゃん垂れ目だからね。多分可愛いとかも得意なんでしょう。歌と踊りで奉仕できただろうか。パフェコンハイなどと聞くまでもない素晴らしいライブだったな。ちょっと手がだんだん痛くなってきた。ちょっと手のマッサージしよう。手のマッサージをしてゆっくりやろう。ちょっと寝起きなんでぼーっとしてるかもしれない。やばい、下手かもしれない今日。よし、ハートビーター、ハートビーターやってないか。やるか、やったかな。いや覚えてないな覚えてないんだよな、やったかどうか。佐久間レイに可愛いとこやらそう。無理しないでください、ありがとう、うん、最後まで楽しんでおくれ。まあ、でもね、やんないといけないからね、いずれにしても。そろそろね、手に疲労が溜まってきたよね。待ちきれないのさ、完成が呼んでいるから、ここにどんな夢を探すか、かすか全部自由だけど、遠くのゴールを目指して進むなら、あの星にだって一緒に届く。ずっと追いかけてきて、やっと掴んだ希望、それはね仲間さ。やさたらどんどんこれでいいのさ、自分らしくいようよ。合わす視線で思いは伝わってく。先生なんかやった気がするな、アートビーターこの間。まあいいか、ダッ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 、ニコーニコー、かわいい。
あ、レトルトンテンテテンテテンティアン。よし、あすけさんこんばんは、ご評価ありがとうございますなんか喉ガラガラすんな、喉がガラガラする今日は。マジいいステージだったね。ゴレート1、僕もここに立てて幸せっす。はい、かわいい。うん、よく出るなこれ。オンリーアスターズ昨日やったね。できないね、さっきやったね。ライフソードラマティックやってもいいけどな、フルコン取れるかな。ヘッドプラン昨日やったね。ミスシーバスやってないか、やろうか。ミスシーバス下手なんだよな僕。了解っす。佐久間先輩の2個は普通に気にして可愛いよな。こんばんは、名前変えたので一応報告に来ました。リユウさんこんばんは。名前誰だろう、元が誰なのか分かんない。ダダ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 。次のステップも予測不可能、追いかけてきてよね。ジャン気になってしまった子にいたずらしてしまう、きっといつだって同じだねって。タカ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 、ミックスしたりスクラッチしたらパープチューンのワクワクみたいに止まらないよ。You are the one。なんていい曲なのこの曲、大好き。血が騒ぐってわかる、なんか走り回ってるな。かわいい。ダンテーブー、なんか汚な振り子。パン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 。イエー、またユーリさん、あ、そうなんだ、オッケー、覚えました。覚えてなかったらごめん僕人の名前と顔がマジで覚えられないんだよね。大歓声なら100点満点。なんかさ、全員俺の虜だよね。イベントとか行ってさ、めちゃくちゃ仲良くなった同担のお友達とかさ、次の次ぐらいまで顔覚えられないんだよねめっちゃ仲良く喋るのに覚えられないんだよな、人の顔と名前。マジで本当に良くないと思う。佐久間先輩と博士先輩が双子に見えてくる。うーん、双子、うーん、二卵性かな。まあ髪のね感じもちょっと似てるしね、ウルフだし二人とも。できない、やるか。これもよくやってる気がするけど、やるか。天井を残せるで奏でたセクリットチューン選べ。ハーモニー、覚えるの難しいですよね。そう、覚えられないんだよね、人の名前と顔。ご評価ありがとうございます。なんかほんと多分記憶力ないんだろう。かっこいい。
メロディーを今回で間違えました。感じてかなでたセクリット中純白のハーモニー告げてあげる終わらないシンフォニア。この下からアングルみんなおもろい。あーその角度良い。すいません、うるさくしてすいませんでした。怒られちゃった、おしさんにうるさく、ごめんな。あー終わりのさだだだだだ、感じて昨日あふれてゆく天井の古典風で奏でた危な。ミスリさん高評価ありがとうございます。嬉しい、ありがとうみんな、嬉しいよ。グッと出てるね、手間違えたとこだね。そうなんだぜ、可愛いんだぜ。天まみ1400万、あと150万、 あと200万か。今日カオルくんお迎えできるはずなんだよな、配信中に。そうだね、あと100万、少なくともあと100万は走ります。カオルくんお迎えまでは配信では走ります。おしさん片眼鏡に合いすぎ、かっこいいよね。モノクル外戦火はよくやってるからやらないです。ハニカム様外戦火めっちゃ進めてくるやん。うん、ノーナミアってやろうか。この曲好きなんだよな、ついやりたくなっちゃう。簡単だしね。同じ風に吹かれて、じゃあライブ始めるっすかね。つぼみだとなぜか思い込んでは、ぴょんぴょん。もう一回ぴょんぴょんでやるともうね、それが頭にこびりついて無理なんだよね。ぴょんぴょんぴょん。何度でも言うけど今のところダンス大好き。あの後ろからのアングルのところかっこよくない？君だけ、そう君だけが外で過ごす。
いい曲だなマジで。衣装と桜合ってる。確かに、あ確かにいいね。シモさんこんばんは。言われてみれば確かに、うん、僕ねあのねビースト衣装も好きなんだよね。あのフォビドゥンレインの時の衣装で見るのも好き。年越しアンサンブルはいいや。うん、できないだろうなフルコン。最近やってないしな。なんか同じ曲ばっかりおすすめしてくる。やるか。フルコン取れるかな。この曲もな、なんかフルコン取れないんだよな。スバルくんにしよう。ドークジョノトライ。お客さん俺の虜にしちゃおうかな。ちょっと黒い。踏み出せて無理無理やめて。かっこいい、かかかかかか、喋れない、かっこいい。かっこよ。このファイティングポーズちょっとおもろい。でもレイさん、レイさんかわいい。良い良いの。グレート1ね。さっきからグレート1ばっかりじゃない。心地よい音を奏でられたわい。ビッグバンリフレクションやろ。Shine on you。僕のリフレクション。やばい、めっちゃ眠い。今日やばいかもしれない。また喋ったこと、何喋ったか分かんないってなるかもしれない。おしさん。
おもろいな、おじさんおもろいな。グレート1一番悲しい。まあ撮ってるとは言えね、撮ってるとは言えね。ああ高見へと、パフェコンもフルコンも撮ってるとは言えね。努力が ね、最近さ YouTube くんさめっちゃ高評価消してくるんだけど、なんでなんか最近すげえ活発に高評価消してくるんだけど、低評価は消さないくせに。なんかね最低でも10秒以上見て言ってくれないと高評価押しても消されちゃうんですよね。でも最近10秒でも消されてる気がするから、なんかねそこそこ見てってくれないとね高評価消されちゃうんですよね。悲しいけど最近うちの配信よく消されてるんですよ高評価。まあ朝倉さんこんばんは。どうも、今日も元気にイベント爆走中です。やるか。ミッションにしよう。Under the moonlight, yay! Under the moonlight, yay! 深い闇の世界へと誘おうぞ。今日アンスタなんかある？なんかやってんのかな？なんか昨日今日、昨日はさ、スタライ？アベマで24時間みたいなの言ってたけど、今日もなんかあんのかな？アンスタ裏でなんかあるとき。あんまり見に来ないみんな、そういうイメージがある。なんか落ち着いてるイメージある。僕らはいたずらなコウモリ、闇夜を飛び回ったんよ。これ後ろおもろいんだよな。みんなで集まってその扉を開いた。あらかわいい。レイさん、カオルくんとねコウガは楽しそうなんだよね。めっちゃ縦揺れしてるね。アンダーガムライイエーイ、ハロウィン内面トリックアトリート。ノリノリっすねって言わないで。 Yes, let's party! 血が騒ぐってそうだね。 Under the moonlight, yay! びっくりとにっこりのハロウィン、ハロウィンないね、ハロウィンないね、ハロウィンないね、トリックアトリート。パッパパパン。あ、パフェコン取れたかな。やったー、パフェコンだー。後ろなんで結構ノリノリですよね。あのさ、レイさんとさ、アドちゃんがずっとさ、こうやって縦に揺れてんだよね。縦揺れがおもろい。カオルくんと
甲賀は結構ノリノリで楽しそうになんかやってるんだけど、レイさんとアドちゃんだけなんかこうやってハロウィンナイってやってる、縦に揺れてる、おもろい。前でやったな。ハニカム様はすげえ進めてくるな、これやろう。風をまとえば、花が咲くようにでってってれって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 れってってってれ、ニックにしよう。みんなを笑顔にしてくるんだぜ。みんなを笑顔にしてくるんだぜって可愛くない？めっちゃ可愛い。天まみってなんでこんな可愛いんだろうな。耳ついてるね。耳結構薄いんだね、そのパンダ耳。言うために生きてるから、ああと言っても過言ではない。良いの。ステージを共にした仲間と心地よい音を奏でられたわ。はい、イベ曲やろう。14,878枚。これ消費すんのも大変じゃない？あ、でも14回やればあれか、消費できるか。たまには天まみにしようかね、アドちゃんとこ。全力で歌って踊るんだぜ。そうだね、そうだね、天まみ。あ、そういえばこれフル聞いたんだけどめっちゃ良かったわ。落ちサビカオルくんソロだと思わなくてちょっと泣いちゃった。嬉しくなっちゃった。ちょっと落ちサビソロあるの嬉しいよな、やっぱり。なんだかんだ言って、かわいい。なはは。
流れ込んでくるのね、クレッシェンドスコ。あー慣れないんですよねこの SPP、 いつまで経っても慣れないんですよね。あいつ気だよ俺も。何笑顔ください、ありがとうございます。見せてあげる、もう見たよ君の本気は、さっき見たのよ。やべえ手つりそう、左手。投げキスありがとうございます。この SPP 何回見てもいい、何回でも見れちゃうんですよねこの SPP。 あ、鼻入りませんかってね、これね、花いりませんかって言われる。グレート1ですね多分ね、これね。なんでグレートが出るんですかね1 最高のステージを届けられたようじゃな。これさ、甲賀のさ、あのミニトークさ、ベーシックの方で全部見たんだけど全部可愛かった、全部可愛かった。早いね、あー全部可愛かった。甲賀今何ポイント、あと50万、今日何万までやるって言った僕、昨日が1350万目標だったから1600万か。全然やってないじゃん、じゃ全然ダメじゃん。こんばんは、レンコさんこんばんは、やっほー。あ、ビーズパーティー B やろう。リン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 だように、やればいいそうだろう。ブン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 。レイさんが一番衣装困る。てかこのブラックステージ SCR の知らあるの知らなかったんだけど、 SCR あったんだねこれ。星4にもとうとう SCR 実装されたんですね。まあでもそのうちとあのとたた監督するやろうと思って諦めたんだけど、こないだ知ったわ、こないだ昨日か一昨日知ったわ。さあ本番だ。びっくりしたわ、 SCR あるんだ。甲賀は貫突したいけど、他の子はまあいつかな、星4はいつか貫突するやろ。ここから一生出ないのである。だってそんなこと言ってかほか喋れない。カオルくんのさ工場の星4とか全然来ないもん。でそもそも全然来なくて、一回来てそれから一生来ない。監督してさ死ぬほど出てる子もいるっていうのに、なんで薫あー好き、かわいいニコ、飛び込んでこいよ、あー好き、飛び込んでこいよ、はーい。ダン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 ダダダダダダダンダンダン、あ
ダンダンダン。さて、てけどこん。ここ好き。この格好好き。のこの謎のポーズ、かわいい。ハサミの星4全然出ません。なんでなんだろうね。なんかさ、推しの星4さ、来なくない？なんか知らないけど。でも、甲賀は監督してんの、全部。甲賀は、今、スカウトに全部入ってる星4は監督してんの。周年のやつは監督してないけど、他のは全部監督してんのけどさ、なんか来ないんだよね、カオルくんとかね。こんばんは、エベ頑張ってください。夏さんこんばんは、ありがとう。頑張ります、頑張ってます。そろそろ手が疲れてきました。めっちゃ流星体じゃない？ファイティングドリームやったな。これソブソードやるか。ファンタスティックナイト、 Yes my love。 誰にしようかな。レイさんにしたろ。危ない危ない、天まみの衣装がなんか面白いことになってる。あー、衣装変えよう。やっぱ衣装実装されたら衣装何でも見たくなっちゃうよね。そういえばさ、カオルくんのね、星5が3枚集まったからさ、 SCR のルーム衣装見れるようになったから見たんだけどさ、あ、そういう色になるんだってなった。5枚集めたら MV で見ようね、みんなね。行くぞい。ファンタスティックナイト、 Yes my lord。 どんな時でもひるまないか、かわいい。あーだ、レイさん結構髪長いんだな。おもろい、そのポーズはおもろい。あのポーズ何なんだろう。ささごじゃん。うん。パフェコン、はい。ダメ不幸。最高のステージを届けられたようじゃな。我が輩も出し切ったぞ。出し切った、そうだね。あと SPP 踊ったしね。うん、すげえ進めてくるじゃんそれ。ミスフレね。レジェンド花火やろうか。ファイヤーファイヤー、悪を打ち手を取り踊れば We are winners。 手まみにしよう。人々の、あ、天まみあれにすればよかった。七夕衣装絶対あっちの方が合うのに。まあいいか。合わないね、衣装が。正義の魂燃え上がれ。
クリン。人より人見知り、二つ不真面目叱られて、三つなもで溺れても、四つ余計な悩み捨て、かわいい。五つのほろで、いきます。あ、グレートです。ファイヤーファイヤープレートでやった。なんだ夜空に炸裂ファイヤーファイヤー、かわいい、かわいい、なんてかわいいんだ。天まみ、肉を食え、肉食わされる、かわいい。ああ。厚美さん、はい、厚美さんテンション高かったね。楽しそうだった。あ、高評価ありがとうございます。どうも、イカさんこんばんは。どうも。マジいいステージだったっすね。ボクボク喉ガラガラする。やばい、ちょっと飲み物飲むわ。うん。娘に色の約束、これやったか、やってないか、どうだ、忘れた。ラストラメントやるか。フルコン取れないかもしんないけど、もうやろ。フルコン取れなかったらそれはそれだ。じゃじゃじゃ、ステージを白銀のエゴイスト、うん、伸び伸び。この二人大好き。この二人の組み合わせも好きなんだよね。おお、かっこいい。天まみ元気だね。Oh my god!今の顔かっこよかった、レイさん。タタタンタン。聞いてます。あー、ミスっちゃったー。何のミス今の。神話を作れまあいいや、エスプラ行ったからいいや。次の夢多分暁なんですけど、暁の曲調めっちゃ好きなんでめっちゃ楽しい。確かに、どうなるだろうね、どんな曲になるだろうね。我が輩たちのライブに陶酔している子も多いよ。ミス1、クソ。高評価ありがとうございます。ありがとう、嬉しい。フルコン取れんかったね。あ、もうすぐカオルくん、もうすぐつってもあと30万ぐらいあるけど。
あ、インモラルワールドあんまやってないじゃん、やろう。そういえばアンデの曲ってさ、僕オフでいつもやってるからさ、そういえばやってないね。うわー、甲賀の SPP 見たいよ、見たいけど見れないよ。アドちゃんも入れてあげれないし、悲しみ。誰で見よう、カオル君にしよう。この髪型違うから。夜闇の魔物が暁の曲、どんな曲だろうね。また正統派はロックで来ないかな。でもな、どうだろうな、今回アンデがこういう感じでさ、あのウェディングとかやったから、どうなるだろうね。バッチバッチバチのさ、和ロックで来てほしい。暁のバッチバチの和ロック聞きたい、そろそろ。まあでも結局どんな曲でもいい曲だわってなるんだけどね。全部好きだわってなるんだけどね。星音はどっち、ハスミ。あ、この短いロングノーツマジ嫌い。グレート出ちゃう。あ、全然関係ねえところでグレート出ちゃう。 Into the Undead World、 いいじゃん、いいじゃん、カオルくん、カオルニコさあ、笑ってって言われたから笑ってあげました。にちゃー、赤月イベ楽しみすぎる。楽しみだね。でも僕さ、 USA 来るからさ、あれさ、星さんなんじゃねとか昨日言ってたけどさ、でも SPP ついてるってことは星さんじゃないよね。でも絵柄的に星さんなんだよな。あの絵柄でさ来るんだったら星さんじゃない。あれ星さんカードの絵柄じゃない、星4にならないと思うんだよね。だから星さんにもしかしたら SPP がつくかもとか僕期待してるんだけど、どう思うねえみんな。怖いんだけど、それそのさガチャ結果次第ではさ、僕暁のイベント走れないんだけど。ハスミの星4が極端に少ないので多分ハスミ、あ、そうなんだ。まあ、ハスミ推しが言うなら間違いないな。星4が系統か黒で星5が多分そう、まあ、そうそうそう、それはそうなんだけど、どっちが星4で来るかなと思って。アンリミ、やるか。いっそゼロになる、うう、暴いた、うう、愛を恐れるな、さあ信念を示してみろ、コンクエスト、パパラパラパパラパラ、よし、了解っす、頑張るっすよ。誰がどっちが星読んだろうね。ハスミンだと思う、言いたいけど、1回目の箱って誰が星読んだったんだろう。大将が星5でしょ。かっこいいよ。かわいい。かわいい天まみ。なんだこの組み合わせ。ああ、グレートです。
とゼロになる、うん、劇場に、うん、ウェイカーウェイカー、破壊を恐れるな、刺し根を示してみろ、コンクエスト、フェイスコンクエスト、魂でコンクエスト、フェイスコンクエスト。あっ、離れたない、最悪。これもしかしてエスプラ行かないかも。こう、あ、大丈夫かな、怪しい、行かないな、ミスっちゃった、最悪。この曲久しぶりにミスったわ。もう何をしてるんです。赤月イベ2つとも星4総幕だった気がします。あ、そうなんだ。じゃあどっちかわかんないね。お客さんに喜んでもらえて俺も嬉しい。ハスミンの星4って少ないんだ。あー、やってしまいましたね。インフィニットスターやろう。大切な仲間にありがとう、みんなに一人じゃない。間違えた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 。俺の歌と踊りで。あ、高評価ありがとうございます。嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しい。やっぱ人少ない時に高評価押してもらえるとね、なんか嬉しさ人一倍って感じだよね。人一倍、嬉しさ倍増みたいな感じだよね。なんでこんないい曲なんですかね、この曲。あ、かわいい、かわいいね、かわいい、天まみ、かわいい。パーン、かわいい、みんなで手伸ばしてかわいいね。ハスミ周年抜くと2枚しか、え、マジで少な、なんで、やればできるじゃん、マジで全然ないじゃん。え、なんで少な、謎、なんでそんなないんだ。アルカロイドイベ前来たけど、その時アンスター始めたばっかでアルカピーじゃなかったから走ってないの本当後悔しかない。あー、そういうのあるよな。僕もあるわそういうの、あの時アンデピーじゃなかったからとかあるわ。あー、かわいい、かわいかった、めっちゃ。天まみさっきやったな。レモスカやる、レモスカはやりたい。ダダ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 ダ
姉さんおやすみ。イエーイレーモンスカッシュ。特攻星4が来てない。え、そんなことあるんだ。なんで。可愛かった今の一瞬の顔見た。一瞬の表情見た。あーグレート出ちゃったほら。乾杯。小さい祝福のように小さな鐘が鳴り響いて。今のとこ好き。イエーイイエーイ。飛んでるね。ここの振り大好き大好き。あー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 そいで乾杯しようよ。チェーズ。やっぱ秘めるダンスうまいな。乗っちゃってふぅ。ちゃんちゃんちゃちゃっぺ。あーかわいい。ひな壇でかわいい。なんかグレートいっぱい出ちゃったねこれね。こんばんは、あやちゃんさん。こんばんは。今回でやった星4が来てくれるかもですね。確かにね、みんなの特攻星4が来てないとかあるんだ。高評価ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。最高。カオルくんが待ってる。じゃあ月光期待やるか。そんな暁の話が出たんでアンデッドで乗っ取らせていただきます。ただ。コスプレしてもらおう。コスプレ。これマスクありあんま得意じゃないからマスクなしでもいい。ごめんね。なんか苦手なんだよな。ヒレイさんにしよう。これハスミンの SPP めっちゃかっこよくない？これ大好きや、ハスミンの SPP。だからそもそもこのハスミンかっこよすぎる。爆イケ。爆イケハスミン。バーン。コスプレですこれ。いいじゃんコスプレ。あー好きー、あー好き。かっこいい。あMV 見たい。ああ。行くぞい。あーあやー。照らす月影。あ、グレート出ちゃった。なだだだだ。
月の光がつけぬテレレ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 、あああああこれあああら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 、ああグレートめっちゃ出る、やばい、ああ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 あ顔がいい、ああ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 アンデッドなんで、そろそろアドちゃん恋しいな、そろそろアドちゃん恋しくなってきちゃったな、これな、やったーって、でもアンデでごめんね戻ってきたらアンデが暁乗っ取ってた、ちょっと乗っ取っちゃったごめん、お帰り、友達がそのハスミ欲しさに今からメモコ集め頑張ってた、えらい頑張ってって伝えといてて、何様なんだけどこのハスミはな、欲しくなるのもわかる、マジこのハスミ SPP 良すぎた、マジかっこいいよね、 SPP もいいしカードもそもそもいいわ、やるかじゃん、黒い影、あ、決める決める、守りましょう、見ないバトラー、まあいいか、レイさん、うーん、レイさん今見たしな、決めるにしよう、決める衣装何だってる、あ、ロマチックデートいいでしょ、そういえば未だに一押しヒーローの練習風景出てないんですけど、奇跡ですかね、星さんが来ないこともあるんだよな、なんかさ推しの星さんもさ来ないみたいなあるよね、なんなんだろうね、まあ星4はさ、まあ来ないのもまあ理解できるっちゃできるけどさ、星さんが来ないはマジで意味わかんないよな、僕もこの間持ってない星さん出て何事って思った、そんな奇跡ある、何回引いてると思ってんのスカウト、5000は行ってないかな、どうだろう、わかんないな、あーあ、彼氏面天魔の、気づかない死ねだったった気づかない、テテテテテレテレ、いやかっこ、やっぱこの衣装かっこいいんだよな、あーヒメル好きだよ、テテピョーン、あグレート出ちゃった、なんで何やってんの、出すなグレート、もう練習風景あとヒーローだけだから早く来てほしい、いやなんでなんだろうね、バッチリそのうち来るよ多分、全力でやれたって感じがするよね、多分ヒーローくんの特攻の星5とか来た時にあの引いたら多分出る、あと2曲やればお迎えできるかな、カオルくん、翼モラトリアムやろうか、じゃあ未来でも約束された道じゃなくてもこの衝動をできなくなってる、あ、辰巳さんいるわ、辰巳さん、自信はない、辰巳さん、あれ、あ、いたいた、
じゃあ二木くんお休みで。さてお客さん、今日はグレード1多いね。今日多いよね。なんか気抜けてんのかな。よくないね。まあグレード10とか出るよりはまあ、あー顔がいい、あーかわいい、あその角度。羽ばたきの合図で変わりだした世界に気づく、同じようで力強い翼なんて僕らはちっぽけなんだろう。グレートよし、僕もやるときはやるんすよ。カメラあった瞬間知らず知らずに取り戻して、マジでいい曲だな。かっこよ。ここの表情見てよ。かっこよ。辰巳さんかっこよくない？そのポーズ。かっこよ。アルカロイドだ、アルカロイドやりました。歌詞で泣いてしまう。この曲のさ、あのアコースティックさ、この間も言ったんだけど、この間アンコールまで聞こえるね。リクアワで流してくれたんだけど、めっちゃ良かった。テンプテーションマジックやろう。フラッシュライちょ、アドちゃん見たい。アドちゃん見して、ごめん。みんな上手いけどマヨさんの上手さに毎回圧倒される。マヨさん歌マジで上手いよな。ヒーロくんも結構上手だけど、ベイビーアメリカ。誰にも作り出せない、誰にも真似はできない。かわいい。新しい幕が上がるさあ、準備はいいかな。その調子よりも早く鼓動がリズムになる。誘われる戸惑いにもう目やそらせないはずさ。全力を尽くしましょう。あらちゃん会いたかったよ。あ、かわいい。ニキ君、君を捉えて離さない、この日の妻が君を貫く、心に焼き付けて、かわいい。やばい。アドちゃん、スウェイチ。これ大好き、この通常 SPP。かっこいい。大好き。
キャスリッチスタッセで翼もらったりはアコースティックバージョン流れたんですけど泣いた。あれマジでね泣いたわ。あれめっちゃいいよな。やっぱりアイドルって楽しい。マヨちゃん友達がビブラートの達人って言っててマジで笑った。確かにビブラートめっちゃ綺麗だよねマヨさんね。みずきちさんこんばんは。スイッチかっこいい。テンプテーションマジックはかっこよくていいよな。やっぱ感想がかっこいいんだよね。はい、カオルくん4枚目お迎えしました。スクショしますんで少々お待ちくださいませ。どれだっけ、これだ。画面触らないようにねしないとね飛ばしちゃうからね。前これでこうが飛ばしちゃったからね。 OK よいしょ。どれだ、これか。 OK スクショしました。よーし、あと1枚、あと1枚だよな、あと1枚。やったー、カオルくん育ててあげれるかな。どうだろうな。あー、4枚目おめでとうございます。ありがとう、やったー、おめでとうございます。ありがとう、やったね。あ、そうだ、受け取りしてないわ。やばいやばい。プレゼントが届いてるらしい。プレゼントね。面白いものがあるかもしれねえな。面白いもの、博士香る。やったー、上に来た、とうとう。あれてかルーム衣装開けてないんだけど、ピースの問題か。うわ、めっちゃピース使うじゃん。なんで赤の大ピースだけ100個もあんの、謎。やべえやべえ、青の大ピースが。よし、赤ならいい、赤なら使ってあげよう。よしよし。ああ、16個しかない。黄色の大ピースも増えてきたな。あと1枚、すごいです、頑張ろう。リカワでさらにスイッチとナイスに狂いました。ごちそうさまです。狂ってるね。いえ、おめでとうございます。ありがとう、おめでとうございます。ありがとう、みんな。やっと4枚目です。あと1枚やろう。じゃあビブラート聞こう、みんなで。だってそうさ、出発点は今いる場所さ。始まり幸福へ至る旅。ビブラートね、ビブラート聞こう、みんなで。やっと4枚目だ、あと1枚だ、頑張ろう。あと700万、あと700万か。見えてきたね、とうとう終わりが見えてきた。でもまだ今月末アドちゃんの星5もある。パパパワンデイワンの月あーやおせぼかきこてててててて、バーン。そうさ、出発点は今いる場所さ。この場所さのため好き。ビブラートでさ、ロングノートビヨビヨなんのおもろい。その調子だ。夜闇の力を見てもあそこの顔かわいいんだよな。おーたた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 た
ダンダガダン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 。はい。レイさん今めっちゃレイさん今めっちゃ駆け寄ってきた。めっちゃ面白かった。タタタタタとか言ってめっちゃ駆け寄ってきた。ビブラートビブラート、静かになったところとサビが一番ビブラート、ビブラート。ワンデー吸血鬼がこんなにバーノンクローバーのよー好きこの拳いいよね。夜闇に戻れなくなりそうじゃん。夜闇の魔物さん何？何違う違う、やらないやらない、今やったでしょ。スーパーノーバーやるか。あーこの曲本当にこの曲聴くと泣きそうになっちゃう。変霊祭とかスパノバー思い出して、もうダメ。まあほぼアンデなんですけど、グリーン、うん、パフォーマーどうしようかな。フォーマーニキくんにしたろ。爆誕する奇跡、スーパーノーバレブルスター、グリーン。あ、たまにはシクレじゃない方にしよう。まあいいか。俺の歌とごちそうさまでした。やったね、ごちそうさまです。ごちそうさまですね。人多い、地声可愛いから大混乱する。確かにそうなんだよな、全然さ違うよね歌声と。可愛い、今耳がぽよってなってた。俺たちを呼べばいい、声の鍵する奇跡、スーパーノーバレブルスター、グリーン。てかわいい、ここの滑り込んでくるの好き、カナタが。あーあーあーあああ、降り立った景色色、かわいい、かわいかった今の顔だお。あわわ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 、顔パンダさんだね。ほぼアンデで草。レイさん何そのポーズ、レイさんおもろい。ニキくんが可愛かった。シゲちゃんが未だに男なの信じられない。吸血鬼が女子力も高いもんね、めっちゃね。場所に立てるとアランク上がった、やったね。心地よくて夜闇に戻れなくて、まあランク上がってもこの銃はすぐ使われ果たされてしまうわけだけども。メモアランティークでやったな。何やる？何やろうかな。飛び込んで。これできない。ソブライフやろうか。チャンプ箱でかった。ひっくり返してやるよ。運命を早だれ。逆境の中毒者マルカロイド。ライブ始めるっすかね。ダンダダン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 。でん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 
は？なんかグッと出た。何のグッとかわかんない。ちょっと早かった。これそばよ、わからないままならいつまでたってもなりそこないのもどきでいるだけなんてつまらないだろう。遠くにも薬にもならないまま捨てられるかどうしかないまま終わるなら戦う兵士になってスペイン。はぁ、愛の名の手にたどり着きたい場所がある。クローバー、ダイヤ、チョリース、進むべき道を選ぶためにI can't keep it at the kiss of life。わかった。ええ、かっこいい。この曲マジでかっこいいよな。マヨさんってさ、ダンス本当うまいよね。あのさ、軸が全然ぶれないのがすごいと思う。グッド1 なんでグッドが1、グレート0なのにグッドが1出てるんですかね。おかしいでしょ。下手か。 SPP かっこいいよね。タツン先輩かっけー、かっこよかった。ポケチュー昨日やったな。うん、クロスインハーやったな、これも。うん、あー、やればよかった今。何やるマジで。なんかリクエストあったらどうぞ。ありがとうね、やるか。ありがとうね。必ず会おう、赤い糸はパフォーマーレーサーにしよう。アンデッドとして高らかに歌おう。ありがとうね、謎めく迷宮の彼方で。辰巳さんめちゃくちゃかっこいいのにブクスタになるとのぺーっとした顔になる。好き。のぺー、確かにのぺーってしてるかも。でもあのうの顔がさ印象強くてさ、あの人試練を乗り越えまけど、どうしようもない愛こそ抱きしめてみるけれど、ありがとう。ああ、ありがとうね。かっこいい、かっこいいじゃん、レイさん。かっこよ。ちょ。
か。はっ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 はあーかっこいい。アドちゃんかっこよ。アドちゃん足長グレート1ね。グレート1だね今日ね。困ったね。こんなに輝ける商店ドライブ乗ったら意識しなくなる。商店ドライブやばい。心地よくてありがとうね。表情がえですありがとうね。ありがとうね。ありがとうね。1時間半か今日。まだもう2時間ぐらいやってるあれだったけど、ホビドンレインやろう。名もなき。でん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 。気づかないだろう。禁じられた It's my rain。 こうが。あ、違う。いた。ペッペッペー。うん。ちょっと今回カオル君いないですけど、笑顔にしてくるんだぜ。絶対誰かしら欠けてるんですけど、アンデッド、まあ、イベント中だからしょうがないね。ザ・ビーストインザレイやる気出てます？ひちょりーす。ニキくんすごい喋るじゃん。やる気出てます？ひちょりーす。好き。パパパ来てるな。パパパンじゃさ、あ、グレート歌うからグレート出るんだよ。歌っちゃいけないよ。だからベースかっこよ。ハードじゃーん。パッパッパ名もなき。あ、最後のその表情すこ。フォービドゥンレイン。なんかグレート出たねやっぱね。ニキくんのこの曲でめっちゃ陽気なのおもれだ。チョリースまたグレート1だねこれね。届けられたようなんでなんだろうね。危険な行為さ、佐久間さん絶対痛いのかもしれない。あれ絶対痛いよな。あれ怪我するって、いつか怪我するって。あれマジで危ないよ。あんなガラスの破片持ってたら血出るよ本当に。そろそろ別曲やろうな。ベビー今なら昔より上手に、不器用でも。じゃライブ始めるっすかね。元気だね。元気ですねニキくんね。いいですね。このもう11時になるというのに、もう11時か。早いですな。あー、カオルくん。壁に馴染んだ古い気がを手に留めた指が覚えてるフレー懐かしい記憶。僕もやるときはやるんすよ。回想してるレイさん可愛い。チョリース。
っち見た。こっち見たって何？感想やん。不器用でもまっすぐな音のままで笑顔ください。ありがとうございます。結婚だ。これは結婚だね。あ、よかった、パフェコンだったね。薬指に一体何個指をはめればいいんだ。みんなの熱気がもう薬指延長しないとダメだよ。ずっとあの空気の中にいたいくらい最高。薬指 5km ぐらいないと足りないよ多分。薬指 5km ぐらい伸ばさないと指は足りないよ。指ははめられないよ。足りないよ。ちょっと俺の薬指、俺の左手の薬指。ああ大丈夫だよ。俺の左手の薬指 5km あるんだ。博士薫と結婚するために。フェンダーガールやろう。はあ面白い。My my girl、 二人きり鮮やかな世界。あ、センターいけんじゃね、もしかして真央くん。いける。じゃああんた、あんたウッキーんとこね。なんか猫ちゃんだな。まあ一人パンダだけどいいか。どうしよう、天まみにしようかな。うん、オッケー。了解っす。うわ、真央くんもリンガベルの衣装にすればよかった。今ミスったわ。まあいいか。あ、高評価ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。まあ右手痛くなってきた。音でかい、この曲。あー、推しと推しが、推しと推しが本してる。カメラにポンポンしら。ニコたびに変わってく、
が育せない前が二人きり鮮やかな世界飛び込もうよ今のウィンク ウィンクしてんだよね、ホッケーがここ微妙に地味にウィンクしてんだよね、好き。はい、かわいい。はい、ファインダーガールの SPP 謎に筋肉ポーズする。わかる。あれさ、なんであのポーズなの、なんか謎じゃない。なんでこのステージを届けられたグッじゃないのよ。我が輩も出し切った。謎のグッのポーズはいいのよ、もう分かったのよ。おう、かわいい、かわいいよな。夢の先の制服 MV 衣装に実装しないかな。いや、わかる。あのさ、ルーム衣装はあるじゃん。いつか実装してくれないかね。制服で見たくない？ファインダーガールとかさ、SPP。SPP じゃねえ、普通に MV。最近やった気がするな。やるか。舞い上がれ空へひらひら。この曲いい曲だよね、大好き。約束盗んだら、まあパンダちゃんでいいか。俺たちが魔法をかけてあげましょう。よいしょ、伸び、よいしょ。ストレッチしながらやらないと体の筋肉が固まって大変なことになる。ここの顔好き。レイさん、パッパッパッパンパン。道のり狭くてダメになりそうな時でもいつでもそばにいた。同じでもジョリース、いいんだよな、この SPP。 あー、かっこいい。めっちゃかっこいいよな。あ、グレート。かつきさ、花あかりの恋文が一番好きなんだよ。次で入ってくんないかな。よっ、888。シンプルに手振って筋肉ポーズの支柱遭遇しても、これ確かに謎のグッてグッてしてくるやつ。二宮ゆめりくんさん、こんばんは。やっほー。薄紅色の約束、これさ、いいよな、この曲も好き。花あかり、わかります。花あかりの恋文マジで欲しい。欲しいじゃないわ、出て欲しい。入ってくんないかな、早く。大好きなんだよね、あの曲。暁はね、花あかりの恋文が一番好き。プロメありがとう。山地さん、こんばんは。あとちょっとでパフェコンなのに、いつもそうなんだよね。なんか最近、なんか今日そうなんだよね。今日ね、あと1個、あとグレート1位なのになとかね。
あるのよね。すごいわかります。スタライで見て狂いました。狂った、狂っちゃった、ごじっちゃったいいのよ、気にしなくて。もう読めないほどのごじじゃなければ別に大丈夫です。サイレントオースやろうか。永遠をここにサイレントオース。レオピがいたはず。そう、リツがね、入れてあげれれば、あー SPP 見れるんだけど。テケテーテケテーテケテー。もうリツの位置はあのレイさんじゃないとレイさんに怒られるので、守りたい。レオピにしよっかな。サイレントオース。花明かりの恋ピミマジでいい。赤月のラブソング、マジでマジでよくない。本当に一番好きなんだよね。いつか実装待ってますって感じ。次入ってくんないかな、花明かり。大好きなんだよね。実装されたらあの即配信します、仕事がなければ。ここカサ君の歌い方真似しちゃうよね、カラオケとかで歌った時。照らし出さないでほしい、気が去ってしまうから。守りたい。天まみ。パパ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 パ。今の天まみの表情やば。見た今。多分お目目大きい子はなるんだろう。あーこの余韻ね。なんか低くないスコア、パソコン。はい、まあね。ナイス、ごちそうさまです。よかった。歌詞は照らし出さないでほしいなのに、バチバチに照らされる嵐さんいつもいつも笑って。確かに言われてみれば確かに、ね、スポットライト当たっちゃってるものだって。奏でられたわ。スオの歌い方と無駄に発音いいのも真似します。無駄に発音いいのは草パーフェクト。でもカサ君の英語はあれらしいね、あのアメリカ圏とかイギリス圏の英語じゃないらしいよ。ヨーロッパ方面の英語の発音らしいよ。なんかヨーロッパ圏の発、ネイティブの人がいるんだってで、リクアワで言ってた。確かにアメリカ英語じゃないよなって感じするよね。今日さ、奇跡さフルで聞いたんだよ久しぶりに。泣いたわ、いい曲すぎて。やろ、昨日やったけど、いい曲すぎて泣いたわ。こんないい曲あると思って。光るはずもない。カオルくん、カオル、アンデ、カオル。でもボーカルなんだよな、こっちのカオルくんの方が。あれ、マオくんの方が上がる。でもファン人数集めたいからいいや。あ、なんで。パーパーパパー、よし、みんなを笑顔にしてくるんだぜ。それ聞いて狂った。ヨーロッパってめっちゃおしゃれ。そうそうそう、だからあのアメリカ的な英語とかイギリス圏の英語ではないらしい。確かにヨーロッパ圏の訛りって言われたら、確かに言われてみればそういう感じもするなっていう。
プレッシャーとかの言い方がさ、アメリカ圏とかの英語じゃない。あー好き。死後ですか、ステージ上で死後ですか、君たち死後ですね。それ聞いてスターズアンサンブル叩いてうってなりました。発音ね。最高のステージを届けられた。奇跡聞くと泣いてしまうね。聞いちゃ泣いちゃうよね。この曲めっちゃいい曲じゃない。アンサンブルスターズって感じするよなこの曲な。もうすぐ2時間か。さっきやったね。さっきやったね。サニカム様は昨日やったね。さっきやってない。やってない。やってないか。メロだ。もう何やる？メイドインときめきやるか。ワクワク探してきてよ。ちょっと可愛いやつやらせちゃおう。甲賀にキュンって。了解っす。頑張るっすよ。膨らむ。頑張ろうね、ニキくんね。ニキくん入れてあげればよかった。キュン。かわいい。今の顔見た？は？あ、かわいい。あ、かわいい。かわいい。今のはかわいいグレートでしょうがないです。パッパーン。テテ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 ン。テキテテン。やる気出てます？聞こえるかな？あ、ピョンピョン。ぴょんぴょん ぴょんぴょん かわいい。 やっちゃう。 ぴょんぴょん。 アンデッドなのよほとんど。 あー可愛い。可愛い。コウがハート作って、ハートして、ハートして、キャー！ハートめっちゃ綺麗、超綺麗なハート。可愛い可愛い。ええええ。グレート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 出すぎ。なんで？ちょっと久しぶりに死ぬほどグレート出たわ。だってキュンってするたびハートも膨らむ。体が
愛いね、笑顔かわいいね、顔。あ、今小走りでちょっとハートをして、ハート、かわいい、かわいいね、ハートがめっちゃ綺麗だね。ラビッツ曲ほんといい、ラビッツの曲はいいぞ。グレート17、やばいですね。音ゲー配信者やめてしまえ。グレート17はダメだぞ、もう向いてないぞ。音ゲー配信者やめた方がいい。メルティーキッチンでハート作る立ち位置に、羽織袖で長い人入れると真ん中2人かぶって見えないのおもろいので、ぜひ。あ、そうなの。ヒムラロワールドさっきやったね。あ、サンスマやろう、あんまやってない。サンシャーイ、だからレイさん熱くてぶっ倒れそうだからやらせよ。あるんだろうな、しぶきを。魔法使いたちのステージ、どうぞ見てください。あ、そういえばクレイジールーレットのやつ見たよ。琥珀くんはなんか可愛いって感じだった。リンネくんの方がエッチだった。キメルは動いてなかった。レイさんこの後ぶっ倒れないかな。多分この後ぶっ倒れるわ。かわいそう。ユタさんだってアスターストーリー結構読んでる感じですか。ストーリー、あー、どこの話だろう。ステージから見たお客さんたちの笑顔がキラキラ輝いてて、図の方なのか、うんの方なのか、うんの方なのか、わかんないけど。佐久間さん死んじゃうよ。強く生きてくれ佐久間れ。可愛い、そんな振り付けもできるので琥珀くんってなりました。確かにあの腕回してる時に腰も回すのはちょっとね、いかんよね。ジェネシスはやったな、この間。ネオさんはできない。ネオさんやったら僕死ぬ病気にかかってるから。ネオさんいつも一箇所だけできないんだよな、最初の方の。ブリリエントスマイル昨日やったな、いっぱいやったな昨日。フルコン取れないかもしれないけどやろう、やりたくなっちゃったからやる。たたたた、アダムとイブはできるかな。おはようありがとう。チャオ、あ、チャオ。最後まで楽しんで。こんばんは。チャンネル登録、高評価まだの方はよかったらよろしくお願いします。
言っていこう、ちゃんとそういうことは。イベント中にやっちゃいけないんだよこういう曲。久しぶりだから全然下手だわ、やばい。僕もやるときはやるんすよ。うわーこれ。いるじゃ OK。 すごい。グレートめっちゃ出てるよ。でぶつかった今。天まみかわいい。姉さん。はい。ここのくるくるかっこいい。この曲 SPP 長いよね。わ。あミスった。なんでフリック効かなかった。くそー、なんでった。あそこのフリックいつもなんか早いのかな。ファンのいつもなんかあそこのフリック抜けんだよな。グレート12は。おみくず男性部位集めてアンスタークイズ大会みたいなのやりたいんだけど、解説役できる人いないかなって探してて、ストーリー詳しいかなって。ええ、そんなこと開催しちゃう方なんですか。マジですごい人来ちゃったうちに。解説か。でも僕そこまで、いやちょっとそれちょっと荷が重いな。そこまでできるかな。でも事前にあの問題いただければ、あのちゃんと勉強して資料作っていきますんで。そんなんできるかな。超荷が重いの来ちゃった。ラップパートの茨近くていつもびっくりする。あそこ近いよね。今レイさん見た、やばくない。この並びだとミツル君もブライダル衣装っぽくて助かる。そう思ってね、あのアンデのブライダルと合わせるときは桜フェスのやつ入れてるんですよ。さっき昨日やった。ノジビビやるかね。ノジビビお菓子拾って大切って思えるよ。あげよう。今日もボインボインに聞くみよ。ボインボイン。僕の真面目かよ。いやだってさ、そんな、やっぱさちゃんとしていかないと。そんなね言われたら、アンスターはやっぱ好きな人めちゃくちゃ多いからさ、ちゃんとしていかないとダメだよ。グレート出ちゃったわ、ほら緊張して。パー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 イエーイ。タカタタタタカタンタタ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 ノーウェイ。タタタタかかか。鉄道内単純メーカー、本邦オーナーフィクションメーカー。なんかイントロドンとかも面白そうじゃない。著作権的にどうなのか分かんないけど。オーワービ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 ーオーイエイオーマイガー。のミスだバカタレが。やばい。ボインボイン。なんであそこ
い。本当この曲フルコン取れないわ、下手だわ。もうちょっと練習しなきゃダメだな。この後ね、ツムね。なんでですかねこれ、なんでかかかかかか。明日早めに寝ます。イベラン頑張ってください。ありがとう、おやすみ。そうだよね、もう11時だからね。この曲歌詞良すぎて毎回感動してる。いやそう、この曲歌詞もいいし歌もいいし。グッドさん、なんであそこのロングノーツが下手なんだよな。なんか完全に目がついていかんすねこの曲。この曲ね、でもこの曲ちょっとむずいよね。アイドレスワールドやってない、やろう。ピッカール輝きも。ちょっとこの大神甲賀の SPP 見てもらっていいですか。すいませんが見てもらっていいですか皆さん。みんなを笑顔にしてくるんだぜ。ご用がありがとうございます。ちょっとこの大神甲賀の SPP 見てもらっていいですか。すいませんがよろしくお願いします。パンダいるな、パンダ。なんかパンダいたな、シルエットでもわかるパンダだったな。この方向がお前をさらいに見たな。地平を焦がすオレンジの炎の残暑好き。その底に手を伸ばす君の瞳はまるで覚めた太陽。別のない優しい、あの獣耳とか動物の子たちだけでこの曲一番最初のシルエット見たら面白そうじゃない。肉を食え。見てー、あーかっこいい。見て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 、いやー近い。見て見て、あー足が長い。あー好きー、あー好きー。 Take away、 Oh Way down、 Take awayなんで、あーっとき、あーっとき、やだかっこいい。さくやさんこんばんは。もう本当にこの神甲賀の SPP いいんですよね、超大好き。あのカオルくんのもいいんだけどね。最高に上がる瞬間だったな。やばい、へこんばんは。やばいなのよマジで。このね甲賀マジでいいんですよ。不夜城の時のカオルくんもかっこいいし、あとレイさんもね星4で SPP あるからかっこいいんだけど、それも。でもこの曲もさあれじゃない、あのマッスルポーズしてこない。この曲の通常 SPP マッスルポーズしてくるからおもろい。フルオメありがとう。ナイトレスワールドとインモラルワールドは僕あのイベントの周回曲なんで、もうやりすぎてね逆にパフェコン取れないみたいな息に入ってる。変なところで癖ついちゃって。ギターもうちょっとちゃんと見たい。甲賀の見せてあげるわ。じゃあ見えるかな。あ、何弾いてるところって話。これね、これ。あーかっこいい、見てー。あー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 
方ですね。そうだよね、筋肉ポーズしてくるよね。ね、見て、でもね、このねギターはねレイさんにもらったギターっていうね、そういう過去があってですね。なのでね、あのギター持ってない時は結構暴れてると思うんですけど、ギター持ってからはすごいね、あの落ち着いた感じのね、あの動作をしたりするんですよ、大神子が。でね、またギターを置いた後にまた激しいね動きをしたりするんですよ。そういうところが愛おしいですよね。ギター大事にしてるんだなって思って、すげえ好きだなってなりますよね。オタク特有の早口、今オタク特有の早口超うまくなかった？天才かよ。すげえバル進めてくる。さっきやった、さっきやった、あーこの間やったな、のーやりたい。すごい早口、早口になっていやもうね、だってそこが好きすぎるんだよ。あのギター持つ前はさ、結構さ大暴れしてるのにさ、ギター持ってからはさ、すごい落ち着いてるんだよ。 SPP とか見たらわかるじゃん。 SPP さ、あのこう何あれ、スタンドマイク持ってる時なんか死ぬほど暴れてるのにさ、ギターに切り替わった瞬間すごい落ち着いてるんだよ。もうすごい好きなのに、アニメではやめて、やめて、アニメの話はやめて。さすがです。いやそうなのよ、そうなんですよ。手まみにしよう。タン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 、魔法使いたちのステージ、どうぞ見てください。そうなのよ、あのね、ナイトレスワールドは SPP 死ぬほど見てるからね、話したいところいっぱいあるよ。この曲最初苦手だよ。でこの曲最初、あのさ、動画とか流しながら見ててさ、動画見ててさ、気づいたら始まっててミスるみたいなところあるよね、この曲。最初ぼーっとしててさ、あ、もう始まってたってなるよね。パパ、行くぞい。って言われたかと思った。やっぱり天まみにうるせえって言われたように感じるんですよね、今の行くぜのセリフが。かわいい、ここの天まみかっこよ、歩き方かっこよくない？ここで雨上がるのいいよね。なんていい曲なんだ、大好き。おつむちゃん結んでるのいつ見てもかわちいですね。かわちいよな、かわちい。イントロのフリック難しくないですか？イントロマジむずくない、この曲。グッドグレート、最高のライブでした。この曲最初むずい。あ、もうちょっとで1600万だね。この映像ギタープレイも割とちゃんと再現されてるっぽかったから、どうなってるんだろうと思ってさ。あ、そう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 、ちゃんとギター弾ける人がやってると思うよ。ちゃんとね、手も動いてるしね、あのリフ持ってる方の手も動いてるから、ちゃんと弾ける人がやってると思うよ、あそこのプレイは。なんて、ダメダメ、違うよ、大神甲賀はギター弾けるんだから。何言ってんだ、もうやだやだ本当にね。まあ、ちょっとね、メタ的な話をするとね、ダンサーさんがね、多分ね、ギター弾ける人がね、やってると思うんでね。さっきやったよ。はい、最近よくやってるよね。やるか。スターズアンサンブル、この間フルコン取れなかったのがちょっとトラウマになってるんだよな。イエー。俺様のパフォーマンスでてめえらを屈服させてやんよ。
まあ、あのアーカイブね見直してもらえれば、またあのタイムスタンプつけとくんで見直してもらえればあの見れるんで、ぜひ見てほしい。てかあの MV 上がってるよ。行くぞスターズアンサンブル。次あのナイトレスワールドって検索すれば出てくる。あー近い。あー次でで。ここ甲が歌ってる、絶対強くなるって言ってるもん。レディイエー。答えをくれるから伝えた。今のはもう意味わかんない。僕のせいじゃない。俺は悪くねえ。反応しなかったのか反応しすぎちゃったのか知らないけど、もうこの曲フルコン取れない。なんで助けて。あ、今のカオルくんかわいい。天まみニジくんかわいい。ガー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 。あれかも、右手の薬指当たっちゃったかも。いやでばっているのさ、にだじにだじさんだだ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 だ。探してみますよ。探してみて、そして見たら教えて。これ大好きです。この曲、この曲いいよね。なんかバット1出てるんだよね。意味わかんないんだよね、このバット1。なんでなんですかね、なんなんですかね、こいつ。パンダニキくんかわいいよな。パンダニキくんやっぱかわいいよな。耳がポヨポヨするんですよね。ポヨンポヨン、耳がボインボインするんですよね。なんかよくやってるよね、アーティスティックバルチゾン。俺はできない。あの基本やればよかった。リスキーミーダスやろう。求めてるんだ熱の向くままに。リンネくん見よ、リンネくん。ヒメルは見せてあげれなくてごめん。ヒメルはね、あれが違うからね。翻弄してよ。いしょ、これでいいか。テレレレテレレレ。俺っちも勝負に打っててましょうか。すげえ久しぶりにリンネ君の声聞いた気がする。歌は聞いてるはずなんだけど喋り声がね。ピンチチェンジニシャウ。やめて、ニックンノリノリっすねって言うのやめて。恥ずかしいからやめて。エイエイエイ。 You are my winner。 なんかテンション高くない、急に。パパパパアーティック。求めてるんだ向くままに。ヴィーナス見て、これ見て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 。
エッチですこれは。あーウィンク。この後この後ここ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 今何時だと思ってるんですか。ああ、カオルくんかっこいい。かっこいいカオルくん。これはすいませんね、ちょっとね、夜もいい時間だというのに鶏が出てきてしまってすいませんでした。これが夜闇を滑る魔王の実力。あ、1600万いった、よし。え、すぎて叫びました、ごちそうさまでした。え、なんだよね、マジで。そのリンデ君の SPP やばいですよね、めっちゃ近い。やばいよな、この SPP 何回見てもやばいわ。ということで今日の目標の1600万達成しましたので、カメラ掴むの最高すぎて、カメラになんかする SPP マジで好き、マジで好き、カメラになんかすんの最高。じゃあちょっとイベント曲だけ最後に一回やって、でエンディングやるので誰がいいか皆さん決めといてくださいね。これやったらやりますんで、今日のエンディングは誰にしようかね。今日はニッキ君にしようかな、そろそろ。妖怪っす、頑張るっすよ。タラララララララ。このギターは弾いてないです。これはあの博士薫はギター弾けないんで弾いてないです。はー、好き。これ弾いてないです、聞いてるふりです。メンバーにギター弾ける人2人いるんだから教えてもらえばよかったのにね。あの顔度ぐらいだったら弾けそうだけど。来てるな、来てるな、ほらよ。はい、もう指足りないです、指ははめられすぎて。あー好きだよって言ってる俺も、俺も好き。うるさいな、アングレートでしょ。笑顔ください、ありがとうございます。好き、ニキ君にしようかなで了解っすは笑った。了解っすって言ってた聞いてなかった弾き語りって思ってる以上にしんどいね。いやでもさ、ほら MV だから別に歌ってないからさ、ね、まだニキ君うんってうなずくのかわいい。センスさんこんばんは、素晴らしい SPP なのよね、これね。とりあえず1ね。心地よくて夜闇に戻れない。あ、やべ、ミニトーク発生しちゃった、やばいやばいやばい、やば、鼻かゆい。これさ、ミニトークこれさ、効果がさ、めっちゃ可愛いんだね。あー、この演出が、はい、じゃあエンディングやりますか。エンディングやるよ。今日は誰にする、効果音変えよう。今日はウィーっすね、今日はウィーっすね。これだ、
推しのブライダルま来たらと思うと手が震える。こんなクオリティの SPP を素敵すぎて、いや確かにな。いや僕はもう今回来ちゃったから大丈夫なんだけど、兄ちゃん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 、ラビッツ兄ちゃん兄ちゃん、アイラくん、ラッピッピピッピッピッピ、ラッピッピラッピッピラッピッピ、夏目くん、夏目くんいいね。夏目くんあんまり歌聞いてないかも。サプライジングサンクス、どこだスイッチ合ってた。夏目くん、人狼の夏目くんでしょうね。夏目くん魔法使ってるわ、かわいい。昨日のフォース見て兄ちゃんもっと好きになってしまった。いいよね兄ちゃんは、やっぱいいよね。いやみんないいんだよな、結局みんな好きってなるんだよな。なんかさ、やっぱ推しはいるんだけど、推しはいるにしてもやっぱみんな好きなんだよね、結局やっぱ全員好きなんだよね。あ、チャンネル登録ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。嬉しい。そう、チャンネル登録するとたまに画面に出るようになりました。あと2人いけるよ、誰がいい？そうしないと、あの言ってくれないとセナになるよ。またいいのか。フォース直前にマリオネット読んでたから、マリオネット読んでからは厳いな、それはやばいな。追憶系読んでから、あの曲聴くと爆泣きだよ、爆泣き。お姉ちゃん青少年遊戯もいいよな。お姉ちゃんお姉ちゃん、あれこのお姉ちゃん、このお姉ちゃんファン人数マックスだ。このお姉ちゃんは、あ、このお姉ちゃんまだファン人数埋まってない。セナになるって脅し終わる。セナになるよ、いいの、水着の背中迫ってくるよ、いいの、いいの、水着の背中来るよ、いいの。水着の背中は脅しに使うのよ、これは。チャンネル登録しました、イベント一緒に頑張りましょう。トーリー君とかどうでしょう、いいね、セナ泉脅し。じゃあ坊ちゃまにします、ありがとう。これで全員割れました、ありがとうね。一緒にイベント頑張ろう、チャンネル登録ありがとう、嬉しい。 OK、 これね坊ちゃま解放してなくてごめんなさいね。よし行くか。まあ効果音がうるさくて歌あんま聞こえないかもなんだけどね。 I love 水着の背中迫るけど大丈夫、セナ泉回避セナ泉回避しました。セナ泉、うちは水着のセナはもうパイナポーセナはもうそういう立ち位置だからしょうがない。いやあれは水着のパイナポーのセナを出してくるハピエレが悪いよ。悪いのはハッピーエレメンツだよ、俺は悪くねえ。ニキ君いるわ、ウィーズウィーズ、かわいい、かわいい、ウィーズウィーズ、うるさいな、かわいくないこの3人、かわいい。あれヒーロくんいるわ、なんか今回みんなかわいいね、かわいいパーティー。なんで今レーサーが行くぞいって言ったんだ、外したはずなのにと思ったら、そうか、あのスキルノーツはあれば、レーサーが行くぞいって言うんだ。なんかグレートいっぱい出ちゃった、かわいい、かわいくない。嵐ちゃんとヒーローくん声合うな、なんでだよ。狙えジャックポット、狙えジャックポットって言ってるだろ、狙えよ、狙い撃たんかい、ダメだこりゃ。わおー、かわいい、
いね。みだり、みだりって聞こえる。ボッチャマのポーズおもろいな、やっぱみだりって。ギャー、かわいい。全体的にかわいい。みんなかわちい。かわいい子揃った。みんなかわいかったね。みんなかわいい子だった。チェリーだったわ。ダメだこりゃ。かわいい子縛りですね。ここに水着せな、水着せないとちょっとあれだったね。浮いてたね、あの人ね。絶対浮いてた。狙わなかった。ジャックポットだったね。狙え、ジャックポットじゃなかったね。な、狙えかっこないジャックポットだったね。回避してよかった。回避しなかったら、いや、これででもセナがゲスト枠で来てたらおもろかった。 SPP の首振りシンクロして笑ったね。やっちゃうのよ。やらない、なんかやっちゃわない、なんか首をさ、こうされるやつとかさ、なんかやっちゃうのよ一緒に。なんか釣られちゃう。めちゃめちゃ来るの遅くなった。こんばんは、デラックさん。こんばんは。ごめんね、もう終わっちゃうけど、ありがとう、来てくれて。また次はでも8日かな。ちょっとしばらく仕事があるんで、多分8日になっちゃうと思うけど、またやりますんで。やるやるやるよな。こうやってやっちゃうのよ。釣られちゃう。首が釣られちゃうのよ。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わるか。プレゼントね。はい、プレゼントね。ちょっとだけだね。面白いもんだ。そうだね。はい。あー、何やだ、助けて、お仕事。あああの中だと瀬名泉ただの変人でしょ、ね、しかも水着だからね。パイナップル着てるから、しかもなんでパイナップルなんだよ。なんかあっただろ他に。なんでパイナップルなの面白いわ。はい、ということで、じゃあ今日はこんな感じでありがとうございました。ちょっと明日、明後日はちょっとお仕事があるので、やれても夜中とか12時ぐらいになっちゃうと思うから、多分やんないかな。やれたらやるけど、やんないかも。で、8日はちょっといつもより早く19時か20時ぐらいから配信始めて、イベントを最後まで走ろうかなと思ってるので、多分ね、もうカオルくんね、7日のうちにお迎えできちゃうと思うんだよね、最後の1枚だから。そこでお迎えできちゃってたら、まあのんびりイベントやるか、アンライやるかしようかなと思ってます。はい、やっぱ夏らしさを、夏らしさ、ちょっとパイナップル、パイナポーというところがちょっとね、変人感があるんだよね。あ、高評価ありがとうございます。もしよければチャンネル登録、高評価またの方はよろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。じゃあ今日はこんな感じでね、終わろうかなと思います。いや、今日も長い時間やっちゃったな。ごめんなさい。イベントだいぶ走ってますね。走ってます。あと600万かな。シクレ楽しみにしてます。シクレもね、お披露目枠やろうね。お疲れ様でした、パイナポー。ありがとうございました。ということで、じゃあ今日はこんな感じで。お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ今日日曜日でね、こんな遅い時間までやっちゃって申し訳なかったんですけど。じゃあ皆さんゆっくりお休みください。今日はじゃあこんな感じで。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみー。バイバイバイバーイ。